岩手ゴタ体は、菊科頭皮連続の多年草。茎は直立し、高さは20から100センチメートルになり、幅0.5ミ、mm、リメートルほどの狭い翼があり、上部は1から4回分子し、褐色の短毛がまばらにつく。花時には、根質葉は普通存在しない。葉は誤生し、茎の下部につく葉は、角質で、葉芯は狂乱系で、ややほ。 小形、長さ6から10センチメートル、幅3.5から5センチメートルになり、先は A 線闘、基部は深い心形、円に荒い巨子がある。傭兵は、長さ5から17センチメートルになり、上半分に、翼がある。茎につく葉は上に行くに従い、急に小さくなり、短い柄がある。夏季は8から9月。登場箇所は、 三棒状に3から7個が密集してつき、頭花の小道は2センチメートルほど、花柄は鈍角的に伸び、長さ5から20ミリメートルになり、褐色の短毛が密生する。双方は緑色で、長さ系統も16ミリメートルになる小径から、筒型で、まばらに、雲毛があり、双方基部につく方用は、長さ2センチメートルほどの強皮芯型になる。 双方辺は7から8列あり、双方外辺の基部は強乱形で、先はお嬢に長く伸び、長さ 12mm、外辺、打ち方ともに直立、または斜上する。頭鼻は筒状鼻のみからなり、果敢の長さは11から1 2トル、色は淡紅に紫色になる。果実は長さ4 5ミリメートルの痩せ花になる。感毛は二輪星で、落ちやすい外輪は、 長さ1.5から4ミリメートル、花子にも残る内輪は、長さ9から11ミリメートルになる。日本固有種。本州の東北地方北部に分布し、鉱山帯から鉱山帯の草原や、林間の草地に生育する。種商名ブラキーセフィラは、ブラキーセファラで、短い引く、登場過剰のあるの意味。ありがとうございます。